例えばタコの足とかエビの尻尾だとかなんか切ったらまた入ってくるのがあるじゃないですか。だから同じ生命なんですよ。だから人間だけが、人間がそれができないなんてことは、そんなことを人間は決めつけて言うべきものじゃないと、そう思っている。で、私たちは大体2年から2年半ぐらいで全部骨まで入れ替わるっていう。もしこれをずっと入れ替わってたとしたら死なないってことですね。だから私たちのそういう過去の常識とか認識がそれをそうさせないように止めてるんじゃないかと私は捉えてます。人間は永久に死なない時期が来てもおかしくない。いや、そんなに死ななかったら、地球は満杯になっちゃうんだよ。だって地球って宇宙があるじゃないですか。宇宙の住処を私たちが考えれば、今の人口が何千倍になろうがどうってことないわけ。